今日卒業を迎えたのは看護師3年課程を終えた22期生男子3人女子34人の合わせて37人です。式では卒業生一人一人に西名森幸校長から卒業証書が手渡されました。西名校長はこれから飛び込んでいく医療の世界で辞める人に希望を与えられる看護師になってくださいと花向けの言葉を送りました。また在校生を代表して2年生の阿部恵里さんが苦しい時は一緒に過ごした仲間を思い出してくださいと送る言葉を述べました。これを受け卒業生代表の庄司聖子さんが実習の難しさに苦しんでいた時患者を支える立場の自分が逆に患者に励まされ人の心の温かさを改めて知った、これからは人の人生に付き合う仕事に就くという誇りを持ち常に患者の心に寄り添った看護を目指したいと今後の決意を述べました。卒業生たちは目に涙を浮かべながら3年間の思い出が詰まった学び舎を巣立っていきました。